高注目、クワガタムシカに属する分類群。体色も大顎の形状も奇抜なものが多く、人気がある。東南アジアを中心に分布し、各種の分布域が狭いことが特徴として挙げられる。人気はあるものの成虫は短命なので長期飼育には向いていない。また、仕事の際が少なく、属内の分類は確定していない。足の形節外側の棘は発達しない。 また、まぶち特器も、不発達、学名は、丸い目を意味する。椿科の植物の新芽を傷つけ汁を吸うと言われている。非常に華奢な体型をしており、特にメタリフェルホスワカクワガタは大顎が、体長の半分以上を占めることもある。本属全般に、共通の習性として、樹液に集まるのではなく、双本の花に集まることが知られている。華奢な体型と、 長大なオスの大顎は、太い木の幹でなく細い枝先や双方を生活の場として、メスや餌場をめぐって闘争する、本属有の習性に対応して進化したと考える、研究者もいる。長い大顎は一見すると、チリクワ型のように、挟む力はそれほどでもないように見えるが、実際は、挟む力は、必ずしも、弱くない。わずかに塔、順のようなものが発達する頭部。 後半が細くなる前胸部、低音を好む部分が、ミヤマクワガ型族の性質と共通する。ありがとうございます。